はい、えー、地震です。地震でございます、えー。東京有楽町のスタジオは揺れています。落ち着いて、まず身の安全を図ってください。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに注意してください。車を運転中の方は、ハザードランプをつけ、スピードを落として安全を確かめてください。海岸近くの方は、念のため津波を警戒してください。日本放送の地震計は、震度1です。 日本放送の地震計は震度1です。新しい情報が入り次第お伝えします、えー。このまま日本放送をお聞きください。ここで地震に関するニュースです。広田アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします、えー。先ほど、有楽町日本放送のスタジオで地震と見られる揺れを感じました。えー、日本放送の震度計は震度1を観測しています。 えー、震源地は和歌山県北部で、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは2.6と推定されます。なお、この地震による津波の心配はありません。以上、地震の情報をお伝えしました。広田アナウンサーありがとうございました。